はい、こんにちは。日本改革徳澤です。吉成様、住江様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活用資金に活用させていただきたいと思います。東京29区南千住駅で凱旋してまいりました。お声掛けくださった皆様ありがとうございました。ちょっと日差しがすごい眩しくてですね、今目がしょぼしょぼするんですよ。雪目っていうのは皆さんご存知でしょうか。スキーに行ったらね、照り返しがすごい眩しくて、目が痛む。で、目痛くなる。しょぼしょぼする。溶接なんか、マスクしないでやると、なったりしますけれども、今、雪目という状態で、目しょぼしょぼしております。岸田総理、破産や失業などの事情により、やむを得ず支払えなかったと認められる場合は、該当しない。故意の税金滞納や禁錮刑で、永住資格取り消しについて国会答弁。これじゃあ払う気はあると言えば取り消しから逃れられるんじゃと炎上しておりました。世論です。気持ちじゃなくて払ったか払わなかったかで判断すべき。立法しても通達や解釈で骨抜きになる予感。そんなことだろうと思ってた。イギリスは理由に関わらず1回の滞納で剥奪で家族がいようが強制送還だぞ。そうなんだ。厳しいですね、いいですね。破産や失業など、これ生活保護になるってことを一発アウトにしないと効果が薄いのでは。こんなのザル法では、弟の会社に支障が出るんじゃないの。それどうやって見分けるんだ、などなど炎上しておりました。弟の会社っていうのは岸田総理の弟の岸田武雄がですね、インドネシア人労働者受け入れ会社やっておりまして、それでせっせと外国人労働者増やしたがってるっていうですね、弟の会社に利益誘導してるっていう話であります。明らかに、故意の税金滞納とみなせる案件、それは脱税であります。脱税で捕まった永住外国人は明らかに、故意の税金滞納っていうか、ごまかして支払い拒否してますね。なんでこれ国会答弁に言わないんだろうね。なんで財務官僚に聞いたことをそのまま右から左喋ってて何も考えてないのかもしれないですけど、言ったら言ったで叩かれることを恐れて言わないんだろうか。さらには脱税で所得を低く見せればですね、社会保険料安くなるんだから、これも故意の社会保険料滞納ってなりますね。つまり脱税禁錮刑で取り消しって言えば皆さん分かりやすいのに、なんで言わないんだろう。言わない理由って何なんだろう。そうするとですね、脱税してる永住外国人が脱税やめようってなるから、それを恐れて言わない、分かりやすく言わないんだが、だって脱税やめさせた方が、最初からやらせない方が抑止力になった方がいいんじゃないのって思うんですけど、何なんだろうね。岸田のことだから右から左で何も考えてないのかもしれないですね。そういうふうに分かりやすく言えばいいじゃーん。多分これ官僚に聞いた通りのペーパー読んでるんですよね、これね。今後永住外国人の年金加入を徹底させる方針なんですけれども、記者、途中で永住をやめたら、帰国したら掛け金返してもらえるんですか。厚労省、返しません。世論です。海外でも払わないとかありえないけど、返さなくてもいいんじゃね。これは当然。嫌なら永住資格を申請しなければいい。加入したら払わないといけないんだぞ。給付金もらってんだから年金払うのは当たり前と。払ってないけど年金よこせとか言いそう。これもすでに言い出してます。これ韓国、朝鮮系の特別永住者がこれもすでに言い出してます。俺らにも年金を払ってねえけど言い出してますね。年金はですね、長生きに備えた保険なので、途中解約しても返却されなくて当然ですね。当然のもらえる権利じゃなくて、保険金なんですよ、これ。長生きしちゃった保険。運転免許だと無事故でもらえない。無事故だと保険金もらえませんよね。そうすると保険会社丸儲けです。年金はですね、65歳以前に死亡したらもらえませんよね、1円も。そうすると年金機構が丸儲けになります。運転保険かけて10人も引き殺しちゃったなんていうと、
保険会社大損害、長生きして年金を40年間ももらっちゃった100まで生きてなんて場合は年金機構が大損害っていう、仕組みになってる保険です、こういう保険ですなので途中解約したら返金されないのは当然であります、この記者も頭が相当悪いと見えて変なこと聞きますね、生活保護は永住者対象なので、そいつらが困窮しないよう年金にがっちり入らせておくのはいいと思います。掛け金も高い、けれども給付額も高い、これ年金、が多めにもらえて生活保護を申請しねえように、防止のため、外国人年金っていうのを、別枠で作って、別会計にしてそれが払えないような外国人には永住資格初めから与えるなという策を提案いたします。年金支払い額月5万円とかで、それ払えないんだったら、永住資格申請すんな、与えません、いうのがいいと思います。で、月額5万円払って、65歳過ぎたら10万円もらえるとかにすればよ、生活保護申請も減るんじゃないか。永住者の、永住外国人は現在88万人、年金支払い開始年齢が違うんだから、これ永住資格もらう、永住資格もらえる年齢が違うんだから別会計にしないよ。年金もさ、全員年金に入れますって言うんだったらさ、TBS 報道特集、川口クルド人へのヘイト広がる、奥の木市長出演、市民からクルド人に対するクレームはない、クレームないのにヘイト広がるっておかしいって思わないの、このバカ市長はさ。世論です。女子中学生が強姦されただろうが、この番組は徳川の工作員が作ってるって判明している。市長が嘘はダメだろう。夜中コンビニにたむろしてて怖い。外国人犯罪取締り強化を求める決議案が賛成多数で可決されたのに何言ってんだよ。市長の耳に入らないだけでは、ヘイトされ脅迫されてるのは日本人だぞ。川に何体も死体が浮いたのは何、この人もう30回も中国行ってんだって、林ウミガメ並みに中国大好き人間ですよね、やっぱり金と女で言いなりになってんですかね、もうその言動はですね、単なる分かってないじいさんじゃなくて意図的なものを感じますよね。TBS はクルドを擁護して社会を混乱させたいんでしょうね。ヘイト広がるってそれはヘイトされるようなことをしてんだから当然ですよね。ヘイト、憎悪されるようなことをしといて憎悪を広がるって何、どういうこと、番組作っちゃってどういうこと、そんなの当然じゃんかって思うんですけどね。国の重要指定文化財、香川県旧こんぴら大芝居の花道から、まあなんか芝居の舞台、農家なんかの舞台みたいですね、NHK カメラマンが転落し客席を破壊、重要文化財を、世論です。またかよ、何度目だよ。前にも東大寺に釘打ったりしてなかったっけ、東大寺のですね、釘打って照明機器ぶら下げてたって、前科ありますね。前もやっただろ、反省してないじゃん、熊野林道を破壊したなんて前科もありますね、去年だったと思うが重要文化財の寺の本堂の床板破壊してたよな。カメラマンの国籍を公開しろ、もう解体しろ、反日期間、皆様の受信料で文化財を破壊と、NHK カメラマン日本人いなさそう、お地蔵さんの頭もぎったりが平気なメンタルながらこうなんですよ、皆さんテレビ捨てて NHK と解約しましょう。そうしましょう、今日の単身です。 NHK 最新調査、自民党支持率が 25.5% で政権交代後最低になりました。2013年、2012年年末 の選挙で自民党に政権が戻ってきたんですけれども、与党返り咲いたんですけど、それ以来最低になりました。1人当たり4万円の定額減税が始まりましたけれども、世帯年収500万で子供1人の3人家族のケースだとですね、12万円減税されるんですけど、少子化対策の名目で保険料値上げ、再エネ賦課税値上げ、森林環境税、新設で約13万円の負担増となる見込みだそうであります。差し引き1万円の負担増になるみたい、定額減税やったなんて喜んでる場合じゃない。
さすが造成メガネだな。負担減になること絶対しないよね。財務省に思うように言いなりに操られてるとも言いますけれども、他にも余計なことしまくって保守層が呆れてることも大きな原因であります。自民党の政党支持率下がってる。岸田のうちは政党支持率下がり続けると予想します。嫌われるだけ嫌われまくったので、なんか支持率回復はないな。もう岸田のうちはなんかトリアージ黒札あはははって感じ。黒札がパチンと貼り付けられてるって感じ。国民民主党幹事長と教育無償化の会前原誠司、共産党が応援する蓮舫の応援などできるがなもん。かつては一緒に国会18連休とか言ってた仲良しだったのに、どうして、どうしてなんだ。これではソビエト連邦になれないじゃないですか。やだ、オール左翼のソビエト連邦になれないじゃないですか。毎日新聞記事、同性愛者であることを理由に家族に暴力を振るわれ難民申請中のアフリカ人男性が強制送還に怯えています。新入管法に反対。それって同性愛を嫌う家族の問題であって難民では全然ないんじゃないの。家族のことは家族で解決してくれよ。なんで難民なんだこれが。毎日新聞記者ね、記事作ってる途中で無理あるなって思わないんだろうがね。まあ思わないんですけどね。毎日新聞読者なんかその程度だもん。変にも何にも思わない、バカ揃いって思われるんでね。もう毎日新聞読者はね。新宿にある韓国学校で生徒の一人が催涙スプレーを噴射。教師や生徒など23人が目や喉の痛みを訴えると。韓国学校って催涙スプレーで武装しないと通えないようなあれなとこなんすか。なんすか。被害者に日本人がいなさそうでめでたしめでたし。韓国人がやったことで韓国人が苦しむことは日本人の知ったことではないですもんね。まあどうでもいいかって記事なんですけど、面白かったんで紹介しました。なんで学校に行くのに催涙スプレーが必要なんだっちゅうね。とこが面白い。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。